井手氏は日本の武家。富士情報の在地領主。藤原南家の流れとされ、二階堂左衛門の城正成が、駿河国富士郡井手里の地に住み着き、井手氏を称したことに始まるという。井手氏は異出教の地がそうであったように、富士情報でも特に北方に影響力を持っていた。大永3年に、井手守重が、大石寺に再居を与える八級文書があり、天文8年には、井手孔雀が、井手新三の富士上の関千文などを安堵され、またその後も、井手氏に継承されている。このように、上野関の管理が、今川氏により任されており、この上野は、富士情報でも北方に位置していた。今川家のお家騒動である花荘の乱の際、一族の井手左近太郎は、清武、商法を支持せず現広江本務側であったという。その後は、今川氏の家臣となり、加藤の乱時は、今川軍として参戦し、先行として、富士情報の稲葉久及び、屋敷が安堵されている。井手氏は独自で、非官を有するような国人領主としての性格も、有しており、今川氏の家臣として軍役負担を負っていたが、経済的に不安定となっていた。そこで、井手善三郎は子である、井手千熊を同じく、井手一族である、井手宗左衛門城の娘と婚約させ、知行を譲渡するなどしている。また井手宗左衛門城の息子である、金千代は、静岡浅間神社の馬淵家と婚姻を結んでいる。この井手宗左衛門城の経済活動には多様性が、あり、酒屋経営なども言っていた。また、武田氏が今川氏との同盟を破棄し駿河侵攻を開始すると、井手氏は富士氏を城主とする大宮城にこもり武田氏と交戦しており、これらの武勇に対し、今川氏真が感情を与えている。また、大宮の地に屋敷を有し、同社房を有していた。しかし、今川氏は勢いを取り戻すことはなく、戦国大名としての今川氏は滅亡することとなる。このような今川氏凋落の最中で、井手氏は、後北条氏の庇護、援護を受けるようになり、北条氏政は、永禄12年3月に、上野筋での戦いの軍役に対する感情を与えている。その後、井手正嗣が、徳川家康に召し抱えられ、天正11年には、富士軍に発給される。徳川家康朱印状の捧ぐ者となっており、富士軍を支配する立場にあった。また正嗣は、富士軍の北山用水の開削を進め用水による安定した水の供給を図り、その他富士金山を管理するなど、富士軍各地にて多様な管理を行っていた。正嗣は、慶長6年に島守に任ぜられ、また、駿河代官、伊豆代官、三島代官を務め、慶長12年には、駿府町奉行となっている。この、正嗣の活躍により井手家は代官を輩出する家柄となり、井手正信が三島代官についているほか、以後代々大宮代官は井手家が世襲するところであった。大宮代官が正信正勝正義正樹と世襲されていく中、正樹の代で転機が生じている。寛政十州諸家譜によると正樹は、元禄5年に病死しており、生前の租税滞りがあったため代官家としての井手家は正樹の代で断絶している。これに伴い、大宮代官は解体されたという。井手屋高麗門、長屋井手館は、源頼朝の富士の巻狩りの際に宿所が置かれたと伝えられる場所であり、万幕を張ったと言われる。井手家の一部は、現在、井手屋高麗門及び長屋として、富士宮市の指定文化財に指定されている。ありがとうございます。